我、ドルオタ時代も含めると10年ほどぼっちオタクを継続せし者。北は北海道、南はフィリピンまでぼっちライブ参戦を決め申した。もう1週間後に迫ったワルキューレラストミッションの開幕。最後だからと初参戦を決める方も多いのではないかというところで、我が蓄積してきたぼっちライブノウハウを解放していく所存。前提として、 なぜぼっちオタクを貫くのかというところからお話しします。私はいつもこんなことを考えながら没っ参戦しています。一人の時間が欲しい。自分の都合だけで動きたい。パーソナルスペースが広すぎる。おおむね一人で行動するのが楽なんじゃという話です。誰かといるといろいろと気を使ってしまうので。 できるだけライブのことだけを考えられる状態でいたいんですよね。ドルオタ時代は徹夜で並ぶことも珍しくなかったので、その時は暇すぎてお前いつもいるなって人たちと喋ったりしていましたが、そんな性格なので、基本的にはいかに人混みを避けるかに重きを置いて行動しています。欠点はチケットの獲得力が弱まるというところ、同伴の枠を融通し合うみたいなことができないので、それを踏まえた上で、 開演までの時間綴し、ライブ中の立ち回り、ライブ後の感情のぶっつけ先、の三つの視点で語っていきますね。へくち開演までの時間綴しについて、いつもやっていることを三つ紹介します。第一にホテル泊。会場近くのホテルを確保するのが最強。これは言うまでもないです。エッセイなら宿を取るしかないのでいいんですが、 例えば1時間ぐらいで行ける場所で2 days だったりするとちょっと迷ってしまいますね。予算次第。次に自転車ブラブラ。個人的に最高の手札です。ホテルとの合わせ技で使うことも、ただ見知らぬ土地をチャリで走るだけでも日に日常を味わえて好きです。ツアーの会場は全部海沿いなのでなおさら気持ちよくなれることを受け合い、雨さえ降らなければ、ありあけ。 幕張はこんな感じでレンタサイクルのボートが大量にあります。出費も数百円で済むのでお財布に優しい。大阪は関東ほど多くないので難しいかもですが。ぼっちゆえに入場は遅めにしたいのですが。そうなると電車は混みがち。しかしチャリならそんなの関係ありません。会場前の物販に参加したいときは早くこざるを得ないですが。 物販を終えて会場までカフェにでもいようかなという時にも自転車は役立ちます。みんな考えることは同じなので、ある程度の規模感のライブなら会場近くのカフェは激混み不可避。席の確保が難しいのもそうですし、明らかに同じライブに行くんだろうなとわかる人が近くにいる時も休まらない。なので、自分の場合は自転車を使って少し離れたモールだったりに行きます。 例えば3月にあった鈴木みのりサードライブツアーの時は、会場のゼップダイバーシティで事前物販に並び、その後有明ガーデンのカフェで時間を潰して再度ゼップダイバーシティ戻るというムーブを取りました。歩けば30分ですわちゃりなら10分。この違いは大きいです。最後はプロセカのハードを埋め、入場後、開園待ちの時間はプロセカをやることが多いです。 プロセカは鈴木みのりさんの歌供給が大量にあるんだ。プロセカでは難易度ハードをフルコンするとガチャに使う石が手に入るんですが、普段は面倒で後回しにしてしまいがち。なので、開園待ちのようなじっと待ちしかない時に消化するようにしています。ハードなら親指しか使えない状況でもあまり影響がないのでね。へく続いては、ライブ中の立ち回りについて。 個人的なことを言うと、ライブにはいつも都市空間で臨むんですね。これはオタク初期にペンライトを使うのは軟弱者という価値観をすり込まれて育ってしまったので、その感覚がまだ抜けていない自分が勝手にやってるだけのことです。とりあえずペンライトを持って音に合わせて振っていれば、最低限ライブに参加した感は得られると思います。メンバーが近くに来たら悪キューレサインか闇キューレサインを掲げればなんとかなります。 プラスアルファを求めるならいかに体を動かせるかなんですが、ぼっちを極めるぐらいなので、知らない人に囲まれた状況で大きく体を動かすことにはすごく抵抗があります。そこで取った方法が、型を覚えるということでした。近頃は検索すればこんな感じのダンスレッスン的な動画がたくさん出てきます。こういうのに合わせて練習して、 心理的な抵抗を自信が上回るぐらいにそれっぽく動ける状態になれば OK です。単純に音に乗れるようになったら気持ちいいですしね。おすすめです。最後は、ライブ後の感情のぶつけ先について、ここにも自分がぼっちである理由が詰まっています。集団で動く人たちは、ライブが終わったら感想戦をしますよね。トルオタ時代。 推しが被らなければ仲良くすることを許されていたので、ライブ終わりに飲みに行くこともありました。ただ問題なのが、自分は推し語りになると会話のキャッチボールができないんですね。相手の言葉を聞いてるっぽい反応をはしつつも、口から出るのは自分の推しがいかに素晴らしいかということばかり。その時は相手も同じタイプだったので、それはそれでバランスが取れていたんですが、 何回もやるうちに虚しくなってしまうんですね。ぼっちオタクが一番性に合っていると実感した瞬間です。なので結論 SNS で書くしかないのかなと思います。もちろん自分のメモ帳に書き殴るだけでも成立はしますが、自分の推しがいかに素晴らしいかを語った言葉に反響があると気持ちいいですからね。承認欲求は人並みにある。ライブ後はレポの動画あげると思うので。 よければコメントとかしてみてください。はい。すでにお気づきの方もいるかもですが、この YouTube チャンネル及びウェブサイトは私の感情を吐き出すために作りました。声の大きな一人ごと。一生をたく。ライブは一人でも楽しいですからね。ここまでの内容が少しでも役に立てば嬉しいです。それでは、よぎ終わりを。